平野市要らもインディーズデビュー飛べからのイムップ発シングルに込められた野心とは皆さん、こんにちは。今回は音楽業界における驚きのニュースについてお伝えします。ジャニーズ事務所を電撃退社し、アーティストプロデュース会社飛べを立ち上げた滝沢秀明氏が、驚くべき新人ボーイズグループ、イムップをデビューさせたという情報が飛び込んできました。 イムプへのデビューシングル、クルージンが一躍話題となっていますが、その舞台裏には意外な事実が隠されていました。8月18日、イムプはデジタルシングル、クルージンを世界同時配信でリリースし、その成功を収めました。しかし、多くの人々が世界デビューと期待していたのに対し、実は彼らはインディーズデビューだったのです。 この驚きの事実を明らかにしたいと思います。滝沢氏は、かつてジャニーズ事務所の副社長及びジャニーズアイランド社長を兼任しており、その経歴から期待の新人グループをデビューさせることは、業界内外から高い注目を浴びていました。しかし、彼は昨年10月末にジャニーズ事務所を電撃退社し、独自の道を歩むことを決意しました。そして、 今年3月にはトベを設立し、新たな音楽プロデュースの舞台を築きました。7月には、かつてジャニーズ JR ユニットとして活動していた7人の若手アーティストが一斉にトベに移籍し、イムップというグループ名で再始動を果たしました。その中には、元 V6 の三宅健、元キング・アンドプスの平野潮と神宮寺雄太、元ジャニーズ JR の大統率機も含まれています。 ファンたちは彼らの再結集に歓喜しました。飛べは最初、大手レーベルと組んでいる、という情報も流れました。イムプエのデビューシングル、クルージン、が配信開始されると、ツイッター上ではすぐに、クルージン、が日本国内でトレンド入りし、メディアでも話題になりました。しかし、実際に楽曲のデータを見ると、その記載には、飛べミュージック、 という見慣れない会社名がありました。これが事件の始まりでした。トベミュージックの登記情報を確認したところ、取締役には滝沢市の名前しかなく、所在地も南青山になっていました。一方、トベ本体は東京八王子に所在しています。この情報から、イムップのデビューはトベの系列からのインディーズデビューであることが明らかになりました。 さらに驚くべきことに、戸ベは設立時点で所属アーティストのためにレコード会社の準備もしていたというのです。これは一体どういうことなのでしょうかイムプエのクルージンが世界デビューとして注目を集める中、インディーズからの配信であればどんなマイナーなアーティストでもそれを歌うことは可能です。 しかし、大手レーベルとトベが組んでいるという事前情報があっただけに、期待外れ感は否めません。ファンたちが期待していたメジャーデビューとは異なる展開に、一部の落胆も広がっていると言えるでしょう。今後、平野耀らもアーキスト活動を展開することが予想されますが、その舞台はトベミュージックからのリリースとなるのか、それとも別の展開を見せるのか、楽しみでなりません。 この驚きの展開が音楽業界に新たな波をもたらすことは間違いありません。結論。滝沢秀明氏が率いるトべからのインディーズデビューという驚きの事実が明らかになり、イムップのデビューシングル、クルージンが世界中で注目を浴びています。音楽業界における新たな波を予感させるこの出来事に、今後の展開がますます注目されています。 我々は、イムップとヒラノシオラの活動に注目し、彼らの未来を見守りたいと思います。読者への挨拶。皆さん、今回の記事をお読みいただき、ありがとうございました。滝沢秀明氏率いる戸部からのインディーズデビューという驚きのニュースについて、詳細にわたりお伝えしました。音楽業界は常に新たな展開と驚きに満ちています。 今後のイムプオと平野紫耀らの動向に注目し、音楽の未来を楽しみましょう。